現在、これは手動モードで、旋回を浮上しているところです。この後ですね、再度ベルを鳴らしまして、その後で実際の発砲サイクルの、モードに移行しますが、発砲ガンが回り出したら約1秒か2秒で停止してしまいますので、もし取りたい機動と取りたい方は、逃さないように、十分、狙ってみてください。